はい、じゃあ激安ボールでもスコア変わらないんじゃないか検証後半ですね。前半42で普通のいつも使ってるブリヂストンの XS と全然ね遜色ないスコアできてますんで、はい、引き続き検証していきます。いきましょう、はい。10ホール、パー4の324ヤードです。はい、はい、いきます。食事後一発目。よっしゃ、ここはね左 OB なんで左だけは避けます。はい、おお、超えるな。どうすか。いや、どうかね、左だと思うんだけどな。左の方行ってはいたけど、どこでバウンドしたかだよね。見に行きましょう。行きましょう。はい、はい、全然危なくないです。いい感じです。全然良かったですね。距離が86ですね。はい、86で結構フォローだね。58度で、はい、58度でいきます。あれ、ちょっと左行った。うん、オンしてない。オンしてないですね。オンしてない。激安ボール、アプローチだけはちょっと合ってないから、2、3、10ヤードのアプローチだけはちょっと激安ボールのせいにしちゃってるところがある、うん、まあでも実際そんな感じしますもんね。ちょっとね、距離感がやっぱ合ってないよね。3打目58度。はい、うん、普通かな。普通かな。普通でしたね。悪くもなく、悪くもなく、若干フック。おー、パーです。ナイスパー。後半初からパー。 OKOKOK。 素晴らしい。よし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 。はい、じゃあ11ホールパー3ですね。はい、150ヤード。ただ打ち下ろし距離計で測ると135なので9番アイアンでいきます。はい、はい、あー、だいぶ右行った。あー、なんとかオン。オンはしました。オンはした。おお、悪くはないか。うん、キャッシュが残ったな。むずいっすね。ね、おお、うまい。よしよしよし。パー。ナイスパー。パー。レンちゃん。おお、パー3全部調子いい。本当はね、今のところパー3パー2回バーディー1回。そうっす。よっしゃ。わあ、すごい。ちょっとね、トリッキーというか右が打てれないんで、あそこのまっすぐのキー狙っていきますね。はい、はい、おお、いやー、池がある。これ、あ、右池か。池っぽいかな。ワンペラかな。どうでしょう、ね、見てみましょう。はい、どうでしょう。おー、大技側転ということで104ヤードです。ホンダだからピッチングしんどい。お、どうだ。右行っちゃったね。どうかな。距離良ければいいけど、ちょっと超えたっぽい。超えたっぽいっすね。超えたっぽいよね。なんでかっていうとさ、池でアゲンストになってきたよ。そうっすね、今。だから打つ前はさ、こんぐらいで打とうかなと思ったけど、いや、ちょっと強めに打たんといかんなと思って、そしたら超えちゃった。あった。あったあった。あ、ナイス。オッケー、いけい。上げてたから
距離群罰ぴったりですね。ぴったりでしょ。群の罰を組んでしょ。群の罰を組ん。おお。おお、外さない。ああ。ナイスパー。三連ちゃん。オッケー。外さないですね。ねえ、だからショートパットね、最近外さないんだよ。素晴らしい。なんでかっていうと、変えた。ここの肘とお腹を打つ前から打つまでもずっとくっつける。今まで打つときこうやって開いちゃってたよ。こうやって。あ、だからもう安定。そう、安定した。もうここ打つまでずっとこれくっつけたまま。血管すごいですね。そう、これを今意識してるね。ここのね、血管。血管がもうバチバチっすよ。バチバチでしょ。はい。うん、アドレナリン出てるから。ぶちぶちだ。これはね、どうしてもそのね、右にね、吸い込まれやすいんですよ。うん、そうなんで、まあただ左も OB なんでね、そうまあまっすぐ打ちたいと思います。はい。はい。やべ。これは OB じゃね。初のね。いやー、激安ボール、ちょっと失敗すると激安ボールのせいするはい、おそらく OB なので、前音がないんで打ち直しですね。後半崩れてるし、初のボール効果なんで。そうなんですよね。そう、統一してないかな。そこが怖い。そこがね、ちょっと。いやー、これもやばいか。これもやばそうだね。また打ち直しです。はい、はい、5打目ですね。5打目。あら、またこれはやばい。マジか、こんなことある？やばいやばい、これ絶対これ激安ボールだ。いや、やばいな。でこれはた、まあ確かにそうですね。あのね、ボールのせいじゃないけど、こんなことはないよな。ナイスナイスナイス。はい。どうしたこれ、いきなり。やばいっすね。まあでも2段目があるからな。そうですね。そこ見に行きましょう。はい、じゃあ3回目のはありましたんで、6打目ですね。はい、早くも。やばい。やばい。やばいよ。6打目、しかもこんなラインなんで、残り140ですけど。はい。まあ7番で。またここね、欲張るとちょっとおかしくなってるんで、7番でグリーン手前でもいいかなと、はい、いう感じです。いやー、変な方行ったね。やばい。いや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 、大変なことになってますよ。7打目、ね、7打目です。7打目して打ちます。58度。まあ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 。うん、ナイス。オッケーオッケーオッケー。だがゴルフってわからんな。急に来ますね、こういうのが。パーパーパーってきて打ち直し3回。これは激安ボールのせい。関係ないような気がするけどな。てか関係ないけどさ、ちょっと初めての体験です。ですね、はい、いやー、ダフった。いやー、調子悪いですね。何今の。やーべー、激安ボール激安ボール言い訳してたのが。おー、ナイス。9打です。9打9打です。プラス5。やっちゃってますね。やっちゃってますね。やっちゃってるね。あんだけさ、前半ティーショット良くてさ、これ激安ボールの方がティーショット良くねとかって言ってたけど、これよ。急に急にやっちゃいましたね。ちょうどここのホールが打ち直しプレー4がないからそう、ちょうどね、ちょうどこのとこでまんまとハマっちゃってるね。やられたわ。
まあ、でもここから切り替えていけば、一応ね、3連続パー取ってるんで、はい、そうですね、チームはあるんで、はい、はい、切り替えていきましょう。はい、OK。ちなみにここは前音があります。はい、はい、よーし、気をつけよう、ここ、まあ、どうやって気をつけるの。よいしょ、これは残るかな。さすがに残るんじゃないですか。お、結構いってますね。結構いったね。フォローだね。2打目ですね、はい、96ヤードなんで、どうしようかな。そうだね、ピッチングでちょっと軽くいきます。はい、はい、かなり左足下がりかな。あー、ちょっと超えたんですね。ちょっと強くなったね。ナイスだ。 OK、 挽回しますよ。はい、2オンですから ね、 とりあえずね。いやー、まさかの出来事ですけど、まあ、こういうことがやっぱゴルフってあるんだよね。そうです ね、 ね、いろんな出来事、いろんなしたことない経験をして上手くなるってことか。はい、しかもタイミングがなんかちょうど今だから、そうだ、どっちが悪いのか分かんないですよね。ボールは関係ないわな。関係ですか。あんだけ前半うまくいってるからボールは関係ないけど、まあ、普通に前半こんだけティーショット良くてさ、はい、後半たまたまさ、プレイング4がない打ち直しのとこで叩くっていうさ、まあ、メンタルなのか分からんけど、さっきまたパターもダフったからね俺。そうっすね。で、お、動揺してるってことだな。ここじゃ冷静に。はい、切れますな。打ち出しそっち行ったか。それは切れるよね。フックで見てこっちの方打とうとしたけどこっち行っちゃったね。あ、なるほど。あ、これ同様だ。太し同様。太し同様タイムが。太し同様。よし、切り替えろ。ここ入れてパー。よー、ナイスパー。ナイスパー。同様人間18号。おお、外さない。同様人間。オーケー。よーしよし、ここのパーは大きい。大きいですね。パーは大きい。ここはまあそのな、左のワンチャン落ちてきてくれれば、右が狭いんでね。右だけはダメだ。緩いところで。どこ当たった？いやー、激安ボール。言っちゃいました。ボールのせいかな。はい、ということでまた OB、はい、になっちゃいましたね。いや、プラグを叩いてパーで、あ、動揺なくなったかなと思ったらまた動揺出ちゃいましたね。出ちゃいましたね。いや、動揺人間18号また現れるか。いや、これボールなのかな。まあ、でもボールコロコロ変わってるんで統一してないんで。そうですね、あるのかなそれ。いや、こんなの出たことないけど、まあ、とりあえず行きましょう。はい、4打目ね。4打目まだ200あるんで3番ユーティ。はい、初めてだね3番ユーティ。そうですね、ユーティ初めて。いや、出てるな同様人間。ずっと言うな。おー、曲がってるけども、まあ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 、まあ、いいんじゃないですか。ここら辺ですね。はい、なんで5打目か。はい、47ヤードなんで58でいいんじゃない。はい、いやー、短いね。うーん、ちょっと刺さっちゃったな。今のが5打目だもんな。これ入れてボギー。ボギーだね。いや、まあでもね、ボールボールって考えると余計マイナスになっちゃうから。そうですね。そうそうそう、まあ、パーも持ってるし、はい、いつものマインドでいきますよ。はい、
ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスタッチ。お、危ない。ナイスだ、もう。危ない、危ない。危ない。出ちゃった、声に。また同様人間18号出ちゃったね。危ない、危ない。よしよしよし、ここまで切り替えよう。はい。オッケー、オッケー。はい、じゃあ16ホールですね。パー4、360ヤードです。 OK さあ、ナチュラルハイになってきた。 OK、 やったー、いくぜー。いやー、なんか変、なんかおかしい、なんかおかしい。お？お、出てきた。来ました？うん、出てきた、出てきた。 OK、なんかがおかしいけどナチュラル、はい、オッケー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 。はい、やりましたんで、こんなライで前も打てないので出します。8番でちょん出しで、はい、よし、うん、いいですね。うわ、狙いやすい。あ、狙いやすい。打ち上げのアゲンストだね。なんかついてんだよな。八か、これ。背中に八がついてんだよな。おい。八。八。はい、残り157。はい。で、アゲンストなんで6番でいきます。はい。はい。頑張れですね。ナイスショット。いいんじゃないですか。あ、乗った。ちょっと超えたかな。ちょっとトップ気味だったね。うん、でも上げてるずっとついてんだ。蜂、虫がもう、虫、虫が蜂、虫、蜂、蜂ですかね。蜂だったら、蜂だったら危ねって。取れた、取れました。オーケー。すげえ、でもここに落ちて、はい、そこに止まった。だから運良かったんだよ。本来だったら多分もうちょいってた、そう言ってた。この上りの若干フックのパーパット。行け。惜しい。まああの距離でこれは。まあまあまあ。十分でしょう。ボギーです。ナイスボギー。オーケー。まあまあなんとかね。はい。いや、今の行きたかったな。惜しかった。はい、じゃあ17ホールパー5の476ヤードですね。ここもまっすぐですね。ちょっと右が狭いですけど、はい、ナイスショット。まっすぐ途中を。久々に気持ちいい。いいですね。気持ちいい。今のは久々ですよ、この辺りは。確かに、前半ぶり。前半ぶりだな、はい、本当だ。はい、じゃあ2打目ですね、はい、2打目がまだ220あるんで3番ユーティリティでいきます。あ、右はちょっと広いんでね、はい、左は狭いですけど。どうすか、落ちたの見えたけど、あるかな。手前ですよね、多分。そうだね、手前にあるね。パーオンはできそうな位置にはあると思います。はい、よしよしよし。危ねー、危ねー、危ねー。危ねー。悪しくんだな、これ。これは悪しですね。うわ、ちょっと悪いよね。3度目。はい、まあちょっとね、バンカーは越えたいんで、まあ、若干オーバーしてもいいかなという気持ちでいきます。はい、58度で残り25ヤード。おお、おい、いい、いい、めっちゃいいね。すごい、このライいいね。よく打った。いや、あそこから、それはすごい。
球がいいのかな。激安ボールのおかげかないや、そうとも捉えられるよね。逆に今初めて何今日、はい、激安ボールのおかげって思っちゃった。ちょっと実力ですよ。バーディーパット、バーディーパット来ました。そうだ、やっぱ切れたか。ちょっとな、そうですね、ちょっと切れたね今のね。 OK、 パーです。ナイスパー。 OKOKOK、 取り戻した。はい、はい、じゃあラストです。上げてるんで、まあ、3番ユーティで打ちますけど、まあ、ちょっと届かないかなというところで、はい、まあ、でもオンはしたいですね。そうですね、オンが奥なんで、うん、いや結構上げてるね。おー、ナイスショット。ちょい右、あー手前手前、あ悪くないです。はい、オッケー、パー行きましょう。はい、パーッと。はい、じゃあ2打目ですね。はい、ここ寄せワンしときたいです。この距離残り20ヤードちょいですね。58度で転がしで、はい、弱いか、ちょっと、ちょっと弱いね、ちょっと弱いけど狙えない距離じゃないね。そうなんですよ、ね、今日の感じだと。いけ、うわ、いやー、こういうの多いな。惜しかったけどな。ボギーです。お疲れです。お疲れです。お疲れです。ゴルジョブ、はい、ということで終わりました。まず結果がですね、前半が42ですね。42で後半が45のスコアは87というところです。はい、今回のまあ企画検証は、激安ボールでラウンドしてもスコア変わらないんじゃねっていう検証なんですけども、はい、まあ、この数字結果だけで見たら球児も切ってるんで、うん、まあ、激安ボールでも全然変わらないんじゃないかと、うん、見ていただいている視聴者さんは、まあ、もしね高いボールとかね使ってて、まあ、結構もったいないじゃないですか、 OB とかなると。なんで、あ、全然激安ボールでもいいじゃんっていう風にね知っていただければ嬉しいかなと思います。しかしやっぱね、僕の中ではね、前半もね後半も途中まで良かったんですけど、13ホールですよね、うん、3回打ち直しして、まあ、違いなくボールのせいではないんですけど、アプローチとかもちょっとね気持ち悪かったりするんですよね。距離感がなんか合わんなとかって感じるとこもありますし、それがボールのせいかは分かんないです、はい、分かんないですけど、僕的にはやっぱ慣れてる、普段使ってるブリヂストンの XS で、まあ、僕はずっと使っていこうかなと思います。ただこの結果87なんで、数字だけ見たら全然スコアは変わらないっていうね検証データが今日出たと思いますので、はい、ぜひね高いボール使ってたりとか、もったいないなって、ね、感じてる方なんかはこの検証を参考にしていただけたらと思います、はい、ということで、ね、いろんな検証もねやっていきたいと思うんで、もしこういう検証してほしいなっていうのがあったら、ぜひねコメントもください。そういった反応がね多ければ、ぜひね検証にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画が良かったなと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。